ある夜、私は田んぼのそばを歩いていた。薄暗い中、何か白っぽい丸いようなものがいくつか見えた。近づいていくと、白いもの、それには目があった。生首。薄暗い中浮かび上がる無数の生首。やっと初の霊体験かと怖いもの知らずの私、ワクワクしながら観察した。そしてその無数の生首の正体が分かった。マネキンの首。農家の人よ、マネキンの首だけをカカシの代わりに使うのはやめてくれ。気の弱い人なら腰抜かします。鳥とかより人間の方が驚きます。